ウィリアム・ H ・ベイツはアメリカ海軍の原子力潜水艦、スタージョン級原子力潜水艦の31番艦。艦名はマサチューセッツ州選出会議員、ウィリアム・ H ・ベイツにちなんで命名された。ウィリアム・ H ・ベイツの建造は1968年6月25日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所に発注される。当初の艦名はレッドフィッシュであったが、 各海軍創設の信頼すべき支持者であった、ウィリアム・ウェイチ・ベイツ議員の死去に際して官名が変更された。1969年8月4日に寄港し、1971年12月11日に、アンドリュー・アール・グレンジャー夫人によって命名、浸水し、1973年5月5日に、艦長グレイン・エヌ・アーサージュニア中佐の指揮下収益した。 ウィリアム・ H ・ベイツは成長後に、コネチカット州、ニューロンドンを母校に指定される。1974年7月から10月にかけて、大西洋東部へ展開し、最初の抑止紹介を行い、スコットランドのホーリー・ロッホ、カナダのノバスコシア州ハリファックスを経由して帰港する。しかしながら、休養は短期間であった。カンは、クリスマス休暇から1975年1月に、 渡って、再び紹介に入る。ホーリー・ロッホでの修理の後、カは、スコットランドのファスレーンを訪問した。1月後半に、帰国の都につき、ウィリアム・エイチ・ベイツは、バージニア州ポーツマスのポーツマス海軍交渉で、修理が行われた。その後、1975年の夏まで、フロリダ州、フォートローダーデール沖での活動に従事する。まもなく、 ヨーロッパ海域に配備され、対潜水艦船訓練演習に参加する。11月に、ウィリアム・ h ベイツは、ナト o の演習、モビーディック及びオーシャン・サファリ75に参加し、12月にニューロンドンに帰還した。ウィリアム・ h ベイツは1976年5月5日にニューロンドンを出港し、初の地中海配備に赴く。この配備で、アメリカ海軍及び、 ナト o 諸国海軍部隊との訓練を行いその技術を熟練させた。また、チュニジアのビゼルとシチリア島のオーガスタ湾、イタリアのラスペツヤを及びナポリを訪問している。1976年9月6日に地中海を離れ、月半ばに演習、オーシャンサハリ76に参加した。10月14日、ウィリアム・ h ベイツはコネチカット州クロトンに帰還した。 公開後の修理及び別の海外配備の準備を行った後、ウィリアム・ H ・ベイツは1977年の夏にグロトンを出港し、10月3日に任務を完了した。同日、潜水母艦ホーランドの横に停泊する。続いて、北海を通過し、ドイツのブレーマー・ハーフェンを訪問5日間停泊した。その後、ウィリアム・ H ・ベイツは演習、オーシャン・サファリ77に、 参加、続いて、グロトンに帰還した。ウィリアム・ H ・ベイツは1978年5月にカリフォルニア州サンディエゴに移動し、1980年代は太平洋艦隊で活動した。1980年から1989年、初めまで、ウィリアム・ H ・ベイツは第11潜水船隊に所属し、サンディエゴを拠点として活動、西太平洋で多くの配備につき、 韓国海軍とのチームスピリット演習など様々な国の海軍と演習を行った。これらの配備の間、フィリピンのスービック湾、韓国のチン海、日本の横須賀、佐世保、グアム島、太陽国のサッタヒープ軍などを訪問した。1989年中旬にカリフォルニア州バレーホノメアイランド海軍造船所に入居首相修理と乗員の休息の後、 ワシントン州のピュージェットサウンド海軍造船所に移動し、拡張オーバーホール及び燃料交換が行われた。オーバーホール完了後の1991年に、ウィリアム・ H ・ベイツは、ハワイの真珠湾に移動、同地を拠点としていくつかの西太平洋配備及び、作戦活動に従事した。ウィリアム・ H ・ベイツは2000年2月11日に退役し、同日除籍された。 その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下2002年10月1日に解体が始まり2002年10月30日に作業は完了した。ありがとうございます。